やる気元気森脇チャンネルでございますよ。走っておられますか？それとも走ってみようかと考えておられますか？そうか、ウォーキングからでええかなとか。やっぱり運動大切だと思います。そこで足です、靴です。何を選ぶかですが、やっぱ厚底と厚底シューズというのが今大ブームでございます。各メーカー出してきておりますよ。こちらホカオネオネの厚底シューズでございます。そしてこちらはニューバランスの厚底シューズ。各メーカー出してきてますね。暑いでしょ、そこ。ニューバランスさんはこうなっております。そしてこういう感じ、かっこいいね。ホカオネオネさんはこういう感じですね。こうなってます。裏もこうなってますね。さあ、そこで今日僕が言いたいのはですね、このホカオネオネさんとニューバランスさんの厚底シューズを履いてみて実際に走ってみました。お値段的にはどちらも2万円ちょいということなんです。僕はあくまでも森脇健児のこれは感想でございますよ。走り出しましたと。ランニング始めました。で、ハーフマラソンとかフルマラソンもちょっと出たよという中級者の方ですね。だから初級者と中級者の方でちょっと走るのが面白くなってきたなーっていう。あとちょっと飲んでる時に同僚さんとか先輩後輩に「いやちょっと走ってんの大阪マラソンこの前出たよ」とかちょっと言い出すぐらいになってきはった方々、次何の靴買うかっていうことです。その方々に僕はおすすめできますね。全く初心者の方よりか、やっぱり走り出してる方々ですね。で、1回でもフルマラソンとか走ったとか、ハーフマラソン2回3回経験したなっていう方、次のレベルに行ってみたいという、いわゆる趣味、ランニングということが言える方、ネクストステージや。ネクストステージは厚底。ただ、お値段もちょっと2万円、ちょっと超えてきますよ。今までのランニングとは全然違ったりします。前に前に前にと体を厚底シューズで出してくれるんですね。前に前に前にという。ということは、普段使う筋肉とか、意外と使わないんですよ。普段使う筋肉を鍛えないと、さらに鍛えないと、この靴に負けちゃいます。この靴に体が負けちゃいますんで、だから、ちゃんと下半身も鍛えて、筋肉、ランニング用の筋肉をつけていかないと、この靴を履きこなせないと思います。だから、中級者、初級者から中級者のこのレベルに入ってくるということは、そういう筋トレなんかもやっていかないといけないなということが気づくんです。じゃあ何の筋トレかと言いますと、そこはネットとか、また本とかで勉強してもらって、そんな、きつい、厳しい、苦しいことじゃなくて、できることを愚直に、コツコツと続けることが大切です。スクワットやるとか、腹筋や背筋、腕立てをやるとか、ごくごく中学校の体育の授業でやったようなことでいいと思います。そんなことを続けるんです。続ける。筋肉ついてきます。さらにこの靴があなたの体に合ってきます。そうなった時にどうなるか。タイムが、バーッと伸びてきます。今までフルマラソン4時間45分の選手が4時間半切るとか、4時間15分の選手がサブ4、いわゆる4時間切るとか、そういうレベルになってくるんじゃないかなと思いますね。4時間で走ってる方は3時間45分ぐらいで走れるようになる。そしたらますますランニングマラソンっていうのが面白くなってくると思います。その一つの助けてくれる相棒という意味では、こういう靴はあなたを待ってるんじゃないでしょうか。ニューバランス、それともホカオネオネ。僕はレースの時に、こういう靴を履いておられるランナー見たら、どうですかホカオネオネ、どうですかニューバランスって、ものすごくやっぱり興味持ちますね。ということは、美女川さんがじーっと見てたりしてる可能性もありますよ。美女川さんが、あ、これいいですよと、新たな出会いがあるかもわかりません。ということでして、あくまでも森脇健児の個人的な感想でございました。